行います。昨月の18日にここアドベンチャーワールドで誕生いたしましたイヨリヒ。お父さんもお母さんもここアドベンチャーワールドに暮らしております。こっちの家現在お父さんパンダは芝生のある外の運動場、現在24歳の永明というパンダご覧いただけますので、ぜひこの後見てみてください。またユイジのお母さんはこの後右側の運動場にやっております。現在16歳のラオキンです。ユイジというちに白浜のママと話します。ハユキは2頭の間に生まれまして、体重は後ろのボードにもございますが197g でした。さあこの後測定していきますので、ぜひ皆様ご覧ください。さあそれでは中央の体重計にユイジ乗っていきます。さあ生後82日目を迎えました。2ヶ月半過ぎまして、ユイジの体重は今日は何キロでしょうか。今日も元気いっぱい動いてますので、数字がなかなか定まりませんが、はい、で今日は 4676g です。4キロを超えまして 4675g にまで成長いたしました。ではこの後はこちらの木箱に移動していきます。さあこのように寝てばっかりのユイリンなんですけども、木箱の中でも目が覚めている時には元気いっぱい動いております。5ヶ月になる頃にはなんと木登りを始めたりするんです。ぜひ今後もユイリンの成長にご注目ください。さあ本日は4000本さあそれでは体重も測れましたので、この後は皆様から何かご質問があればお答えしていきます。手を挙げていただきました後ろのスタッフがお伺いいたしますので、ぜひ聞いてみたいことございますが、手を挙げてお知らせください。入り口のお客様、本校もまだ見やすい場所が空いておりますので、どうぞ奥までお進みください。それではただいまから、皆様からスタッフの質問コーナーを載せていただきます。ユイさん、赤いポスさん、お母さん、マーキー、そのあたりは全く気にしておりません。むしろお母さんも自分の食事の時間が欲しかったりしますので、子供を取られて、人間取られましても全